矢野達美は、日本の作曲家、編曲家、秋田県仙北郡角野立町出身、歌謡曲の編曲、アニメの劇、友などを手掛ける。小山舞の名で作詞を行ったり、バックコーラスをこなしたり、また山口ももなどのコンサートで指揮をとったりと、様々な音楽活動を行っている。小学校では合唱、中学校ではトランペットをやっていた。 もともと作曲家を目指していたが、学生時代に曲を持ち込んだ、小学館プロダクションでスカウトされフォークグループの歌手としてデビュー。その編曲を担当していた、青木望に従事し、ホリプロで森雅子を担当していた友人のつてで、森のアルバムの編曲を務め作編曲家としてのデビューを果たす。歌手活動を辞した後、音楽事務所ピラミッドに所属し、 歌謡曲の編曲を手掛ける。その後、声優バンドスラップスティックの楽曲を手掛けたことを、きっかけに同バンドが主題歌を担当したアニメ特番、のどか森の動物大作戦の劇ともを担当し、以後アニメやテレビドラマ、映画などの劇ともも手掛けるようになる。 初めて特撮作品を担当した超電子バイオマンではシンフォニックな要素を取り入れ、スーパー戦隊シリーズの音楽の方向性を変えたと評価されている。バイオマン、チェンジマンを手掛けた後、続く超新星フラッシュマンへのオファーもあったが3年、連続では煮詰まってしまうため、同じ事務所に所属し、バイオマンで指揮を担当した田中光平を推薦した。劇とも音楽では、 メロディラインを重視したわかりやすい音楽を心がけている。ドラマでは予算が少ないため小編成でよりいい音楽を作ることを努力している。超伝芝洋マンではアクションに合わせるため編成を凝ったものにしたところ予算をオーバーしてしまっていたという。好きな作曲家や影響を受けた作曲家としてレナード・バーンスタイン、ジョージ・ガー・シュウィン、クインシー・ジョーンズを挙げている。 ありがとうございます。